反右派闘争のパレード反右派闘争とは中華人民共和国において1957年に毛沢東共産党主席が発動した反体制狩りを指す中国共産党は中華人民共和国を建国するにあたり当該の各民主党派から支持を受けており国家副主席国務院の閣僚や全人代副委員長全国政治協商会議副主席などのポストを 民主党派に渡し、少なくとも表面的には協調体制であった。1956年4月25日、毛沢東は中国共産党中央政治局拡大会議で重大関係を論図とした講話を行い、その中で百科政法百科総名の方針を打ち出した。当時中央宣伝部長だった陸定一も文学や芸術、 科学研究には独立思考の自由があるべきだし、弁論の自由や創作、批判、自身の意見を発表し、自身の意見を堅持し保留する自由もあるべきだと、知識分子に対して講和を行った。1957年5月1日、人民日報は、党中央が出した政府運動に関する指示を掲載し、全党は官僚主義、宗派主義、主観主義に反対する。 政府運動の展開を決定し、当該に自身の考え、意見を述べるよう奨励し、党や政府に意見を述べ、共産党の政府を助けるよう求めた。これらの呼びかけで知識分子を中心とした各界から党と政府に対する不満や提案が出されるようになったが、次第に過激になり、共産党と民主党派が順番に与党となるべき。 共産党が天下を仕切ることに反対するなどの論調が出始めると、毛沢東は5月15日に事態は変化しつつあるとする内部文書を回し、続けて6月8日、人民日報にこれはなぜかと題された社論を掲載させ、少数の右派分子が共産党の政府を助ける名目で共産党と労働者階級の指導権に挑戦し、花肌式に至っては、 公然と共産党に、ゲイヤシロ、とあめえていると批判した。さらに6月14日には、再び人民日報で、文会法と、公明日報を名指しで批判し、公明日報の昇白、人氏社長、チョアビラ編集長、文会法の浦博士治副編集長、民主同盟中央副主席のラリュウキが批判された。10月15日、党中央は、右派分子を決める、 基準通知を出し、1958年には55万人の右派が返境への労働改造や失職などの浮き目に愛、あるいは死亡した。1977年、雇用法が党中央党幸福校長に任命され、投稿の業務を握ると、冤罪事件の名誉回復が開始された。1978年4月には、 反右派闘争自身に誤りはなかったが、問題は拡大化したことだとして、誤って右派認定された人に対し正当な待遇をするよう指示した。9月には政治的な名誉回復や、剥奪された闘石の回復などが図られ、1980年5月までに右派の名誉回復は完了した。しかし、昭博、人志、羅隆旗、法文王、チョアビラ。 陳紀氏日の江九91人は名誉回復がなされないでいる。1981年第11期六中前回の建国以来の党の若干の歴史問題についての決議では政府の過程でごく少数のブルジョア階級派分子が木に乗じて、いわゆる大名大法を湖水し、党と新生社会主義制度に対して攻撃を仕掛け、 共産党の指導にとって変わろうときとした。この種の攻撃に対する断固とした反撃は完全に正確で必要なものだったが、反右派闘争はひどく拡大化し、知識分子や愛国者、党内の幹部を誤って右派分子とし、不幸な結果を作り出した。と結論づけるにとどまった。後に、第五大総理となった主要機は当時国家計画委員会の座談会で、 国家計画委員会と地方計画委員会の官僚主義を批判したため、1958年4月に右派分子の落印を押され、投石を剥奪された。1962年に赦面されたものの右派のまま名誉回復はなされず、文化大革命で再度批判され57、幹部学校へ労働改造に送り込まれている。名誉回復と投石回復は、 他の幹部と同じく1978年まで待たなくてはならなかった。ありがとうございます。